ボンジュアサッカーキングチャンネルのミシです。今回の動画では最近大きな注目を浴びているオランダ代表ミッドフィルダーフレンキー・デヨングについて知っておきたい3つのポイントを紹介したいと思います。21歳で100億円以上の価値。デヨングは1997年5月12日オランダ出身で、身長は180センチ、体重は70キロのプレイヤーです。ビレムトゥベーで頭角を現し、アヤックスへと引き抜かれます。そのアヤックスでさらに活躍を見せ、マンチェスターシティ、パリサンジェルマンなど数々のビッグクラブが注目する存在となりました。そして2019年1月、本人は最終的にバルサへの移籍を決断しました。契約期間は5年で、移籍金はエルディビジ最高額の約94億円、さらに出来高ボーナスで14億円が加算される予定となっておりまして、21歳にして100億円超えのプレイヤーとなりました。そのバルサには2019年の7月1日付で入団する予定となっており、ヨーロッパで最も将来が期待されるミッドフィルダーの一人というふうに紹介しています。またデヨングは年代別ロアナ代表に名を連ねており、2018年9月に A 代表デビューを飾りました。万能タイプのプレイヤー、アヤックスの基本布陣は 4-3-3 となっておりまして、デヨングはダブルボランチの一角、そしてアンカーポジションの使用が多くなっています。またインサイドハーフ、センターバック、トップ下最前線と、まあ、センターラインならどこでもプレーができるといったプレイヤーです。利き足は右です。正確なフィード、攻撃のスイッチを入れる縦パス、そして緩急あるドリブルと、本当に魅力がたくさんあるプレイヤーです。178シーズンのエールディビジでは22試合に出場しまして、パス成功率は 91.5%、 ドリブル成功率は 93.5% と、共にトップ、かなりの高数値を記録しています。ボールテクニックにも長け、視野も広いということで、21歳にして中盤のプレイヤーとしてはもう完成されている選手といっても過言ではありません。クライフを彷彿とさせるオーラ、その逸材デヨングに対してサッカー界の大物たちも非常に高い評価を与えています。まずはバルサでプレーしたシャビです。バルサに必要なタイプの選手というふうに評しており、プレースタイルについてはセルヒオ・ブスケッツに似ているとコメントしています。そしてフランス代表のデシャン監督です。フランス代表とオランダ代表が対戦しまして、この際は0対2でフランス代表が敗れました。その試合後のコメントなんですけども、デヨングには好印象を持っている、知的なプレーと彼のテクニックが勝敗を分けたというふうに彼を評しています。そして最後にビレムトゥベーで下部組織のコーチを務めるヨス・ボヘルス氏のコメントを紹介したいと思います。デヨングは子供のようで笑顔が可愛いんだけど、ピッチに立つとリーダーに変貌する。チームメイトたちは常に彼の言うことを聞くから、言葉一つ表情一つで十分なんだ。クライフが選手の時もそうだったよ。17歳の時には年上のチームメイトたちを従えていて、それが認められていた。フレンキーと重なる部分は多いというふうにコメントしています。このコメントにも出てきましたが、ヨハン・クライフと姿を重ねる人も多いようです。クライフと言いますと、アヤックスとバルセロナでプレーし、監督としても両チームで成功を収めたレジェンドです。そのバルサにはクライフをはじめ、クーマンやクライファートなど数々のオランダ人プレイヤーが在籍しました。何かとオランダと縁のあるクラブとなっていますが、まあ、その歴史に名を刻むプレイヤーになる可能性を秘めていると言っていいでしょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。デヨングはアヤックスの中核選手として今シーズンのチャンピオンズリーグでも躍進を遂げていますし、まあ、来シーズンからバルサでどういったプレーを見せてくるのか非常に楽しみです。まあ、先ほども紹介しましたが、彼の特徴は非常に万能タイプということもあるので、まあ、バルサでどういった役割を果たすのか、そこも非常に注目ですし、まあ、どの位置でのプレーが見たいか、ぜひ皆さんコメントで書いていただければと思います。そして今後取り扱ってほしい選手がいましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。